雰囲気めちゃくちゃ好きかもね。わかるわかる、うん、楽しそう。すげえ。すごい普及されてる。どんどん大きくなってて、硬い筋肉が、ね、うわーってなってた。いつかこんな、なんで私たちこんな、あ、すごい絵画のね、うん、もう私たちでさえそれが何の回なのか全然全然思い出せないです。記憶ないです。記憶ないです。いつも全力でやってるんで毎回。そうだよね。全て飛びます。あー、コーラ覚えてますわ、さすがに。あれは思い出で、ドンバーン。私袖に本当に良くない何かがついてる。そうなの。それは本当に妖怪の仕業なのかっていう判定をして、ああ、ワンチャンただの嫌がらせ、ね、嫌がらせがあるかもしれないから、うん、そう勘違いしてる可能性もある、うん、それを手元のマニュアルをちょっと見て、はい、手元のマニュアル、この条件が、あ、こっちにこの条件が話と食い違うからこれは偽物です。うわー、え、メモ必要じゃない？え、そん、私たちも地頭がいいから。そうだよね。間違いなく記憶力、うん、記憶力しかないから、うんうん、さっきの話。あれ、あれ、北原泉トゲで、それ別々のゲームで遊んでます。おー、泉は漢字で5っていう、あー、うん、余裕、うん、絶対無理だわ、私得意だから、ここには当ててない。あー、くそ。配慮されてる。ごめん、ごめん、ちょっと俺の地頭が、違う違う違う、いいんだよね、漢字なんて読めてなくても、うん、ね、ここだから。あ、かっこいい、いい、ね、かっけー、ここだから。ありがとう。北原は寿司ショットやるから。おー、寿司ショット。スコアどんぐらい伸ばせるか、じゃあとりあえず取ろう。はい、どっちが喋る？私前回そういうの喋ってない気がする。お、え、本当に、うん、多分絶対嘘だよ。だって前回ダマユ来たじゃん。あ、そうじゃん。あ、鈴の塔を私がさ、あー、鈴の塔永遠に進む。ここの会話しかしてない。ごめんなさい。いやいや、どっちがあの説明最後読んだっけねみたいな話です。もごもごしちゃった。じゃあタイトルコールは2人でね、うん、そうですね、うん、あ、鈴の塔だから私が MC してる。人間と似顔絵を描くのに集中して無言だった。あー、じゃあ私だ。承知です。はい。喋ります。はい。はい。はい。めっちゃ可愛いね。なんで言ってんだこいつ。ダバダバ。ダバダバ。グダグダ。グダグダのダバダバだよ。一生始まんない。ね。はい。ちょっと待ってね。さあ乗って言ってよ。声優だから。あ、そうか、息でね、いいよ、息で合わせよう、合わせて、うん、